今から皆さんに泣きの話をしたいと思います。これはある時僕の元にウームさんから手紙が届きました。それはウームさんに当てられた僕へのファンレターでした。もうすぐ10万人ですね。なんかすごいなと思いました。語彙力がないところが可愛いですね。ちょっと字が汚くて読めないですけども、多分これは箱と書いてるのでしょうか。箱の中身は七尾くんが動画で食べていたものっぽいものを入れました。あと北海道に住んでいるので美味しいやつを入れました。ジンギスカンのタレは卵かけご飯とか何でも合います。ウームの飴にも合うかもしれません。ということで、ジンギスカンのタレを入れてくれたんでしょうね。これ多分ウームさんが貼ったんだろうなっていう付箋が貼ってるんですね。それで今から皆さんに見せたいと思います。皆さん泣くよ多分。食品は破棄いたしました。俺これさ、マジで泣きそうになったんだけど、この子の気持ちを考えたら。てかこれを俺がこの動画で言わなければ、この子はジンギスカンのタレが破棄されたことは気づいてないんだろうけども、ただ俺が悪いんだけどね。10万人感謝記念で何を言ってるのかと思うかもしれないけど、たこ焼きが作れなくてお好み焼きを作った時以来に泣くかと思った。これ心、あなたのマインドにあるね、ジンギスカンのタレはちゃんと僕というこのジンギスカンにかかっておりますので、なんかちょっと卑猥な表現しちゃった。ということで今日は七尾、すでに10万人突破いたしました。ほんとここまでありがとうございました。長かったと言うべきなのか短かったと言うべきなのかはちょっとわかんないですけども、ありがとうね。ここまで本当にみんな応援してくれまして、もうなんかよくねえかって思ってる。このまま20万人30万人50万人100万人目指していきましょうみたいなことをさ、普通は YouTuber さわめいていくんだろうけどもさ、なんかもう俺感激だよ。もう10万人で、もう10万人でよくねえか。すごいよ、あんな1年間底辺 YouTuber やってた子がさ、ここまで10万人みんなのおかげでここまで来れてさ、僕もう10万人でも、もう10万人で僕もお腹いっぱい、お腹いっぱいすぎることです。本当にありがとう、皆さんここまでありがとうございます。10万人になった時はもう本当にトレンド入りもありがとうございますね。 Twitter もインスタもね、通知が鳴りやまず発火するんじゃないかって勢いで、ウームさんからもいっぱいおめでとうございますってメッセージがいっぱい来てね、いやてめえは誰だっておっさんからもいっぱい来てね、こういうこと言わないで、みんな大好き、水の呼吸使いし者村田さんからもね、長文のメッセージが来ましたよ。そんな長文でもなかった、ごめんなさい。で何が面白いってさ、 LINE ではおめでとうっていつも来ないことだよね。ぼっちを別に悲しんだことがない僕といえども、それはすぐにちょっと悲しいなとは思ったよ。俺が最後に LINE 開いたのたまにね、本当に3ヶ月前ぐらいとかでさ、1万円あげるから水まで掃除してくんねって頼んだのが最後だよ多分。今は見事にブラック企業で勤めています、おめでとうございます。過去の動画の振り返りでもしますか。俺昔の自分動画見るとちょっと太陽系爆発しそうになるからあんまり見れないんだけどもね、サムネがすごいね。最初の動画いろいろ失敗、自己紹介は流血の時代にね。あと昔はこんなに背景凝ってたね。まあこれだけになりましたね。俺未だにこの傘持ってるかもしれない。僕ね意外と物持ちいいんだ。正直捨て方が分かんないだけなんで。あったよー。なんでこれを使わなくなったかと言いますと、邪魔な上にね、傘があるとちょっと影ができて顔面が漏れないっていう事件があって、俺さ YouTube 始めた時に、ね、美意識高すぎて顔面で打ってことしたからな時な。で、この最初の動画を出してからね、1年間、なんと僕、血迷いの時代が。なんかみんなも、なんか俺が動画の方向性で血迷ってるって言ってるかもしれないけど、ね、動画の方向性以外でも俺結構YouTuber として血迷ってて、俺7割立派な YouTuber っていう名前の由来、俺言ってるっけ？俺昔ね、コメント嵐をしていた時期がありまして。なんかコメントで上に行けば見てくれるんじゃないかっていうね、最近僕のコメント欄もちょくちょく来ましてね。なんで僕が僕の YouTube のコメント欄に来るあの子たちのことを悪く言えないかっていうか、なんかブロックできないかって言いますと、俺も昔やってたからなんだよね。上にコメント欄で上に行ったとしても、七尾っていう名前だけだったらさ、こいつが YouTube やってるかってさ、わかんないじゃん。自分も YouTube で動画出してるよってことをアピールするために俺は、七尾は立派な YouTuber っていう名前つけて、それでコメント嵐をしてます。まあもちろん東海オンエアさんでもやってますけどね、一番覚えてるのは俺、ソワンワンちゃん。あ、これさ、もしかしてされてないかもしれないから、これあんまり言わない方がいいかもしれないけどね、俺多分ソワンワンちゃんに非表示にされてる。俺のコメントもうソワンワンちゃんの動画にね反映されない。俺ソワンワンちゃんの昔大ファンファンだったんだよ。ソワンワンちゃんでね、意味わかんないとかあって、なんか撮影してんのにその背景にね照明があんの、丸い照明がね、いや使うよって言ってね、その照明を使わずになんか微妙に暗い動画を撮ったから、いやこのドーナツ型の照明は何のために買ったんですかっていうコメントをすれば結構バズるの。どの動画もそのコメントがバズるっていうのを僕編み出しまして、ソワンワンちゃんが動画を出すために僕はそのコメントしてて、コメントの上位を重ねたんですね。あの立派な YouTuber ってやつがね、ある時僕の名前が表示されなくなったんですね。国民の同級生と言われるソワンワンちゃんに俺は多分ブロックされてるんですね。国民の同級生にブロックされる男、もしかしたらこれブロックされてない可能性もありますし、いや悪いのは 100% 俺なんで、ちょっとソワンワンちゃんに絡むのはやめてください。ちょっとさすがに大手 YouTuber すぎて絡むもクソもないんだけど、僕の天気といったらこれね、これみんな知ってるかもしれないけど、これ岡本信彦くんの動画だね。僕の天気は岡本信彦くんが週刊誌に撮られて、僕の声優動画の始まりほぼ炎上系 YouTuber なんだよ。で、言ってしまえば僕はね、炎上系 YouTuber になる勇気がなかった YouTuber みたいな感じでね、一歩覚悟があったら俺は本当にあっち系の YouTuber の不祥事を取り上げて金を稼ぐタイプの人間になったと思います。本当にならなくてよかったね。俺の好きな声優さんってみんなも好きなんだってことをこの岡本信彦君の動画で知りまして、俺の好きな人の話をするだけでみんなも見てくれるんだってことに気づき始めて、あー懐かしいな。俺が声優を語り始めたのも最初はあれです、ラジオミスティを語ってた時、4月とか5月の時はね、下野さんがすごかったんだよね。下野さんがすごい人気だってことに4月5月は気づいて、声優の話下野さんの話、声優の話下野さんの話みたいな感じで下野さんサンドイッチ状態の時がありましたね。でもね、登録者の伸びた伝説トップ3はね、やっぱりなんだかんだ若手なんだよね。皆さん知りたいですか？伝説シリーズあったじゃないですか。一番登録者が伸びた声優さん知りたいですか？第3位が梅ちゃん、第2位が江口拓也、第1位がなんと
斉藤相馬さんなんですね。これは俺びっくりしたね。斉藤相馬さんの動画を出した時には僕確か俺ね数パーセントにいたんだよね。動画を出して数パーセントに使って上がったら、コメントがなんかすげえな、斉藤相馬さんの人気がいげつねってことが分かったんですね。で次はこの投稿あるあるもね、僕の天気だよね。声優さんに寄生しないジャンルの開拓をしたんですね。これでなんか振り返れば振り返るほどなんか俺悪どい商売してるね。なんか嫌になってきちゃった皆さんか耳をかぽちって聞いてね。これからの目標その1、ね、虫眼鏡さんと島崎信長さんのラジオにバーター出演。これ俺できねえかな。なんつっても虫眼鏡さんの妹さんは僕のリスナーだからね。見てる虫眼鏡さんの妹さん、お兄さんに問い合わせしてください。虫眼鏡さんがウーム所属でしょ。あのさラジオってさ、どっち案件なんだろうね。ウーム案件なのかな、温泉からの声優からの案件なのかな。ウーム案件だったらさワンチャンいけねえかな。てかあれみんな聞いてる、すごい面白そうなことやってたよね。虫眼鏡さんの YouTuber 相関図と島崎信長さんの声優相関図を比べるみたいな感じの企画やってたよね。なんか YouTuber が声優さんとコラボするラジオちょっと悔しすぎて見れないからさ、 Twitter だけ見て下落ちしてやめるっていう現象を続けてるんだけど、今の発言で絶対出れなくなったね。まあ問題点としましては、虫眼鏡さんってあれあんまり家族仲良くないんだよね。島崎信長さんに俺なんか言ったっけ、俺失礼なこと言ったっけ。そこだよね、やっぱり一番の問題は。一個失礼かなっていうのは覚えてるのは、島崎信長さんがアニメとかに出ててもその声が島崎信長さんだっていうことを耳だけじゃ認知できないっていうことは言ったのは覚えてる。これワンチャン失礼かな。真人とかユージオとかエンディングクレジット見ないと島崎信長さんだったのって思い出せないっていうことは言ったっていうのがあるんだけど、俺松岡さんの発言の方がヤバいかもしれないね。シライムの YouTube に参戦。で、しかも理想は僕はもうシライムさんと YouTube を撮ったけど、シライムさんのチャンネルには僕のことは出さないみたいな。あ、細田さんはさ、僕の人知る世界、ラジオの時僕大好きだった。あ、てかさ、これ前も言ったけどさ、なんかさ、今 Twitter でさ、細田さんが七尾のことをいいねしたっていうことを騒ぎすぎちゃうと、なんか、細田さんがご法に気づいてなんかいいねを削除しちゃうかもしれないから、検索要求はちゃんとしたっていうのはなんか今すごい俺のフォロワーのうちで荒れてるらしいんだけど、全部俺が言っちゃったから悪いんだけどさ、一番考える気はさ、多分あれだよね、声優さんがどう思うかなと思うんだよね。多分声優さんがその検索要求をしろっていうワードを見たら多分すごい怖いと思うんだよね。つまりそれって悪口じゃねっていう不安感を声優さんに与えてしまう可能性がありますから、SNS って難しいよね、本当に。はい。次、オフ会のための技術を上げる。ちょくちょく言われてるわけですよ。やっぱりオフ会やんないのって言われてるんだけどさ、本当にオフ会でできることがないわけよね。歌もダンスもできなければ友達もいないからさ、ゲスト出演しますみたいな感じのさ、これも何もないわけ。歌唱力を上げ、まあ別に上げなくてもいいんだけどね。そして一緒にオフ会に出てくれる友達を見つける。次、超絶新人声優と友達になる。これは何かと言いますと、本当に新人の無名みたいな、仮所属みたいな声優さんと友達になって、もう僕と同い年みたいなね、友達になって、そこからアンダー22以下の男性声優は大体七尾と友達ですよみたいな世界線を一回作ってみませんかみたいな、これが真の宗教法人。まあそんなバカみたいなありえない話はやめときましょう。誰も望んでないと思いますから多分。次、不登校でも声優でもアニメでもない人気企画の開拓。今でき始めてんのはさ、その京都の旅館巡りだけどさ、まあこの動画ちょっとね、ちょっとポロリの危険性がある上に文句しか言ってないので怖いんだよね。新しいの新しいの開拓してもね、ちょっとやだな。もうこの島でいっか、正直もういいんだよね。僕もう10万人でもう永遠に10万人でも正直もう嬉しいですわ。もう10万人なんて、この10万人と永遠に声優談義して、でその声優が週刊誌取られたらみんなで一緒にさ、なんか出版社乗り込みに行こうぜみたいな感じの冗談をさ YouTube ではコメント欄と言い合える、この関係性ってやっぱり最高だよねっていう話だよね。以上、10万人感謝でした。本当にありがとうございました。本当これからも頑張りますけども、やっぱり50万人以上ね、100万人目指すぞっていうスタンスってか、なんかゴリゴリいく感じは多分僕の性に合わなければ、なんか僕のリスナーさんはそんなに望んでないと思いますので、ということで購入品紹介をしていきたいと思います。最近俺病んだって言ったじゃないですか、人間関係で。次の動画出すんだけど、でということで、なんかちょっと買い物セラピーみたいな感じで、ストロングゼロ買ってきました、2本目買ってきました、まさかの3本目買ってきました、靴下買ってきました、こちらテンガエッグの03番、テクスチャーは柔らかめといったところでしょうか。ちょっと感想が気になるなっていう声でおすすめ商品になります。6ドルお買い求めください。こちら私の経営日記買ってきました。僕はこれの白いバージョンが一番好きなんだけどもね、最近なんかすごい数の洗面器が届いてるんですけども、洗面器なんて送ってくるのは私の経営日記白いバージョンを僕に送ってください。パンツ買ってきました、優しいお酢買ってきました、これは伏線だからね、みんな覚えときな。ということで10万人突破ありがとうございました。これからもチャンネル登録どうかよろしくお願いします。それでは今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメント。